今回のこの企画は、指導者の皆さんが少年指導や初心者の指導に参考になるように作られております。世界チャンピオンの山下、藤井、柏崎、中西、各選手がどの技にわたっても基本に忠実に、そして初心者が最も落ちりやすい欠点を非常に丁寧に説明してくれております。皆さんの必ずお役に立つと確信しております。ロサンゼルスオリンピックでは右足のふくらはぎ肉離れ、しかしその痛い足を引きずりながらエジプトのラシアンを破って見事に金メダル手にしました山下です。その右足の山下の見事な大内刈り、技ありなんですね。山下の強さの秘密は基本が非常にしっかりしてたことです。姿勢の良さ、この左足全体です。そして基本に忠実な組み手だったこと、そして崩してからのこの内股、崩しが非常に良かったです。柔道が上達していくためには正しい基本動作をよく理解して習得しておくことが非常に大切なことなんです。まあ調子いい方じゃないでしょうかね、はい。はい、これは左の相四つの組み手、相四つの組み手、それからこれは右の相四つの組み手です。これは私が左、彼が右の場合喧嘩になります。そしてこの取り合いになります。これは喧嘩やつです。場合によっては報道になります。喧嘩やつです。で、引き手の基本的な持ち方というのはこの相手の袖の下を持つのが基本的な持ち方です。これは防御にもなるし攻めやすいという持ち方です。それから脇の下、ここですね、脇の下を使う場合もあります。これも効きます。ですけども、あんまり遠く この袖口とか、それから襟を持ってますと、襟を持ってますと、この場合は引き手が非常に弱くなりますし、襟を持っても引き手が弱くなります。だから悪い持ち方です。だから釣り手の場合、釣り手の場合はですね、ここが基本的な持ち方です。これは釣ることもできるし、押すこともできるし、といういろいろできるから非常によろしいと言われています。で、よく桶持ちしています。これは桶持ちは大きい人が小さい人とやった場合は有利な持ち方なんですけども、でも非常に技が単調になります。単調になります。だからあんまり下を持ちすぎますと、この釣り手が非常に効かなくて防御一辺となってしまいます。ですから釣り手はちょうど相手の肩からやや胸の上高い位置、この辺りを結ぶのが一番基本的な持ち方です。崩しには特に八方の崩しというのがあるんですけども、前とか後ろとか横とか、そして相手のバランスを崩すということを崩しと言います。それから崩す方法として、一気に崩す方法と、今画面でやっているように相手を引いてから、そしてから後ろに崩すとか、相手を横に押してから反動を利用して崩すとか、こういうような崩しの方法があります。柔道にはいろいろな体さばきがあるんですけども、これは普通の人が歩くような歩み足と言います。次には継ぎ足と言いまして、これは柔道独特な、歩き方なんですけども、剣道もこういうのありますね。継ぎ足と言います。歩み足もそれから継ぎ足もともに大切なことは、このようにすり足で歩くということですね。畳から足を離さない、すり足で歩くということが非常に大切です。今度は前回りさばきですね。前回りさばきというのも、これは柔道独特のさばき方です。背負い投げとか、すり込み腰とか、
こういう時に捌く足捌きなんですけども、その練習方法として手を組んで袖釣り込み腰のように回ると非常に回りやすいです。捌く練習が非常にやりやすいです。後ろ蹴りですね。45度の角度でこの打ちつける。そして、バネの理を使って、バネの理を使うということですね。これは悪い例です。これも悪い例です。これは狭すぎる悪い例です。今度は後ろ蹴りの転び方。これはかかとにお尻をつけて転ぶと、きれいに円運動をしてくれます。これを少し勢いつけながら転び方、かかとにお尻をつけるというのがポイントです。これも相手に勢いをつけさせてやる。二人組んで押してやると勢いがつきます。この場合でもかかとにお尻をつけるというのがポイントです。これは小内刈りと結びつけた後ろ受け身の練習方法です。こうしますと技とも結びついて非常に興味を持ってやることができます。これは横受け身ですけども、今のは悪い例ですね。手が広がった悪い例、これは手が狭くなった悪い例です。これがいい例です。非常に柔道の場合、横に転ぶことも非常に多いんです。これは出足払いと横受け身を結びつけてます。横受け身でよくこういうふうに半回転することが非常に多いです。単なる横に転ばないで、投げられた時半回転して転んでいく。ですから転び方としては、かかとにお尻を持っていくということですね。かかとにお尻を持っていって半回転する。これは支え釣り込み足で投げられますと、このように半回転した横受け身になります。今度は手を握り合って、そう、半回転して受け身です。これは先ほどよりもやや高い位置から転ぶことになります。手を握り合ってからの半回転しての受け身です。今度は前回り受け身ですけども、この足を広げて、そして手をつく三角形のようにして三角形を作ります。その中点に手を添える、首を埋める、そして転ぶ。今度は二人組で前回りをしてみましょう。相手が押してくる、そしていなしてやる。そうすると前回りをしていかざるを得ません。今度は腕を利用して、そう、腕を回転させてやりますと相手が前回り受け身をしやすいです。これはやや高い位置からの前回り受け身です。今度はそう、体落としのように足を出してやる。そうすると相手がつまずいて転ぶという感じになります。
今度は大腰からですね。大腰から投げての前回り蹴りです。大腰という技は相撲でいうと下手投げのような感じになりますから、相手を非常に密着しやすいです。ですから非常に初心者が入りやすい技です。そして受け身とも非常に結びつきやすい技です。前回りと、これは背負い投げです。背負い投げと前回り受け身の練習の方法です。背負い投げにゆっくり入る、そうすると投げられるのは前回り受け身をしなきゃなりません。今度は、連続して受け身をする方法なんですけども、よくこれは準備運動にも使われてきます。前回りを交互にしていく、右やり、そして左やり。今度は、非常に受け身というのは単調ですから、このように障害物を置いてやったり、いろんなことを工夫してやると受け身が楽しくできるようになります。これは2人の障害物ですね。学生ですから簡単にやってますけども、初心者はなかなか2人3人とこの障害物をつけますと難しくなってきます。今度は大の字になります。で、受け身をする方は頭を踏まないように、体に触れないように、そして受け身の練習になっていきます。今度はやや中腰ですから、ジャックナイフのような形で飛ばないと障害物を飛び越せません。一味違った受け身の方法になります。これはお互いに全力で走っていく、一人が沈む、その上を飛び越していく。ですから非常に敏捷性を養うことにもつながっていきます。背負い投げの名手と言われた藤井選手のキレの良い背負い投げをご覧ください。だんだん尻上がりの調子に上ってきましたね。背負い投げ、背負い投げが出ました。見てみましょう。藤井筒井の左からの背負い投げ。藤井選手の背負い投げは一見膝がつきそうなんですけども、引き出しがいいので非常にそれから足がスッと上がってきます。引き出しがいいですね。そして体の浴びせもいいです。私は中学時代内股をしておりました。で、高校入りまして、天理高校なんですけれども、天理高校入りまして、レギュラーになるためにはやはり体小さかったものですが、内股ではどうしてもレギュラー入れないんで、背負い投げをしろと言われまして背負い投げ始めました。で、いろいろ苦労しましたんですけども、一番よくやりましたのがもう一つ違って打ち込みを重点的にやりました。で、自分の背負い投げになるまでに1年かかりました。背負い投げは字のごとく、自分の回しの背中に相手を十分に担ぐことが大事です。そして、少しでも腰がこう左とか右にずれますと、軽い人だったら担げることができるかもしれませんが、大きい人だとなかなか担げることができません。だから回しより自分の背中の後ろに、おんぶする形で、担ぐことが大事だと思います。では背負い投げのポイントを説明します。まず最初に足の位置ですが、一歩目の足はやはり相手の左足を一直線上の手前に置きます。あまり、相手の近くに置きますと腰が回りません。だから腰を回せるような位置の一直線上に、崩しますと十分に崩せます。次に、脇を開かすんですが、これが下になりますとどうしても釣り手が入りません。だから十分に開かして
崩します。そして次に釣り手を脇の下に入れると同時に足を早くくるっと回して、平行に足を揃えます。そして腰を上げて投げるという形になります。背負い投げの割り切りやすい欠点を説明させてもらいます。まず背負い投げかけて膝をつく人が多いですけれども、これをしますともう本当に上達しません。途中で止まってしまいます。次に足の運びですが、あまり深く入りすぎますと今言ったように膝をつくようになります。そして腰の回転が悪くなります。だからなるべく手前に置くということが大事だと思います。次に、脇がよく釣り手が入らないんですけども、こういう状態になる人多いんですけども、十分に脇を開けるということが、大事だと思います。次に入った姿勢ですけども、よくくの字になるんですけども、背負い投げはやはり地のごとく背負わないといけませんので、十分に背中をつけるようにしてやらなかったらダメだと思います。以上の点を、気をつけてあげてください。これは背負い投げの単独練習なんですけども、回り込む練習です。これは非常に背負い投げには効果的です。背負い投げはですね、たくさん打ち込みをしなきゃいけないんですね。作って餃子、これはですね、釣り手がなかなか邪魔なもんですから、回り込む練習です。回り込む練習のために釣り手をわざと帯のところに置いといてかける練習です。一つの技ではなかなか決まりづらくなってきます。そこでこのように小内刈りと、これは背負い投げの連絡技ですけども、後ろと前のコンビネーション、こういうような連絡技が非常に必要になってきます。いいですね。早いですよ。どちらの方がうまいですか、ね、はい、勝るか。中西のいいところはですね、ずっと動いててパッと動くとがいいんですよね。なるほど。技を仕掛ける前はさっとメリハリ、動きにかなりメリハリがあるんですよね、はい。予選の試合ではそういったいい面が出ましたね。一本でありました。これは有効です。有効です。一本背負いにもいろいろなかけ方があるんですけども、これは右組みで右の一本背負いをかける方法です。このハサミ、これが非常に大切ですね。腕のハサミです。これは非常に大切です。一本背負いは普通は肘を持ってかけるわけですけど、この脇をしっかり持った方が挟みやすいし、より一本背負いがかかりやすいと思います。まず足の位置ですけど、足をあまり踏み込まないようにしまして、一足長ぐらい手前に持っていきます。その時の足の位置は真ん中よりも相手の右足寄りです。足を踏み込むと同時に左手で思いっきり前に崩します。崩しと同時に右足を軸としまして回転します。引く、回転する、その時に一番大事なのは手のハサミです。手を挟むと同時に自分の左肩を相手の左胸に密着させます。そして投げます。初心者の人が陥りやすい欠点ですけど、手と手のハサミと足の位置、それと姿勢があると思います。手は今言いましたようにしっかり挟む。ハサミが悪いとこの肘のところから相手の腕が肩のところまで来まして、これは決まりません。しっかり挟んでください。で、次は足の位置ですけど、足があまり踏み込み過ぎると腰が回りません。
相手の中心に足が来ると、これが軸になった場合には外に出たり回転がうまくいきません。しっかり間合いを取って、できるだけこっちの右足寄りに持っていったらいいと思います。次に入る時の姿勢ですけど、丸まって入ってしまうと相手を十分引くことができず、そして密着することもできません。悪い時には頭から突っ込む場合もあります。しっかり姿勢をまっすぐして担ぎます。その3つに注意するといいと思います。初心者がマスターしやすい一本背負いの代表的な練習方法として、相手に少し押してもらう、相手に押してもらう、そこに自分の体を回す練習ですね。相手に少し押してもらう、そしてそこに自分の体を回す練習、これが非常に背負い投げが入りやすいですね。そして柔道というのは相手が動いてくれると相手の体重が非常に軽くなります。ですから移動打ち込みというんですけども、相手が押してくる、そこに入る練習、これなんか非常に背負い投げをマスターするには、いい練習方法です。一本背負いと非常に連絡しやすい技に、やはり後ろと前の技、これは小内刈りで相手を押し込んで、そして相手が出てくるところを一本背負いに決める、こういう方法が非常に連絡しやすいです。小内で押し込む、相手が出る花を一本背負いに取る。相手が大外側に来ようとした花を体落として決めたですね。体落としという技は自分よりも大きい相手に非常に有効な技なんです。私の場合は高校大学時代は大外刈りとか大内刈りがサイズ組み足、そして寝技を主体とした柔道だったんですけども、全日本選手権の無差別級ですから、これに挑戦していくためにはどうしても自分より大きい技に効く技、この体落としが必要だったんです。で、大学を卒業してから約2年間くらいにわたりまして、打ち込みをたくさんやって、そしてようやくマスターした技です。相手の出鼻を取る、ですから相手と自分体がこれはつかない方がいいですね。体落としという技はこう相手が走ってきて何かのロープにスポッとつまずく、そしてロープにつまずいてトーンと転んでいく、このタイミングなんです。ですから私の体と相手の体がくっついてしまったならば体落としというのはかかりません。ですから足が深く入ってしまうと体がぶつかります。だからさばきとしましては、このスタンスをこの底辺としまして、ここから正三角形を描いた時点、この辺りに第一歩目を持ってきます。第一歩目を持ってきます。で、ここを軸にして、これが伸びてしまうと非常に回りづらいですから、膝を柔らかにしながら、ここを軸にしながら次足で回してやる。このさばきはなかなか難しいです。ここに入るとぶつかってしまう。その次にできるだけこう引き手をこう引っ張った方がいいですから、引くためには下に引くよりも上に引くように、上に引くためには拳を返すようにして、返すように引くとあとは落としやすいです。
それから釣り手の方ですけども、背負い投げのように中に入れない、中に入れないで擦り込み腰のように脇からすくう感じ、ね、脇からすくってアッパーカットを入れるような感じ。そして引き手と釣り手のバランスが、こっちが7くらいの力でこっちが3くらいの力でないと体が回りません。こっちの釣り手の方が力が強くなると体が回ってきません。ですから7、こっちは7、こっちは3くらいの力です。ここに、そして引くと同時に回し込むときに初めて顔を投げる方向に持ってきます。最初から投げる方向に顔を持ってきますと体が回りません。そして初心者の場合はこの釣り手と釣る、引く、この動作は非常に難しいです。釣る、引く動作が非常に難しいです。ですからこれをマスターさせるのには自分を中心に回してやる、自分を中心にぐる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 と回してやる。そうすると釣る、引くの動作が非常に簡単にしやすいです。そして自分の体も180度回すことなく、ね、約100度から120度くらいの回しで回ることができます。やってみましょう。もう一度、体落としの練習方法にはいろいろあるんですけども、これは体さばきの練習です。相手と自分のお尻が密着しないように相手を立てておいて、そして体操をさばく練習。継ぎ足で入りますね。継ぎ足で入ってます。この体さばきが非常に体落としには最も必要なんです。今度は右手と左手のこの使い方の練習のために回す、相手を回して回して、そして入る練習です。こうすると、こうしますと引き手と釣り手の感覚がだんだん分かってきます。連絡技ですけども、体落としの場合はよく大内刈りと、大内刈りと体落としを連絡させることが多いです。相手を押し込む、そして出鼻を体落としに決めると。今度は3つの技の連絡変化です。大内刈りと体落としと刺さり突っ込みを見てください。大内刈りで押し込む、そして体落としで残ったところを今度は刺さり突っ込みで取ると。松井の場合はですね、はい、なかなかの足腰も柔らかいし、非常にあのスタミナがあるんですよね。はい、あっと投げた、払い腰。先ほど大吾さんに無差別級には遠藤が出場しました。とにかく前に出ろと、相手が前に出てくるんだから下がってはいけないということを言ってましたね。その通りですね、絶対下がらないで前へ前へということですね。しかし払い腰という技は大きい人が小さい人を投げるには非常に便利な技ですね。相手が出てくる花を、相手が出てくる花をですね、足をすり上げるようにして取る払い腰です。これは相手をフェントをかけて回し込んで取るという払い腰です。
右湯に入って左で取ると、そういう払い腰です。まず払い腰の腰の位置ですけども、これが深く入ってなれば足が払えません。ですから密着する腰の位置ですけども、半身、浅めに入ります。浅めに入れますとちょうどこの位置で払えます。足も払うっていうのはここからすり上げるような感じ、すり上げるような感じで払ったら非常に払いやすいです。それから今度回り込む動作ですけども、これが初心者の人はなかなか難しいんです。初心者の人は投げる方向に足が行かないんです。これは回り込む時、投げる方向に足を向く、これが一つのポイントです、ね、でそうさせるためには、回しながら、自分の中心ながら回しながらこうかけらさせるようにすると、初心者の人も足が投げる方向に回っていくようになります。こういう感じです。それから今度は引き手と釣り手なんですけども、これは引き手はやはりできるだけ高く引くように、拳を返して高く引くようにしたらいいと。そしてその時に顔も引き手を引くと同時に一気に投げる方向に向く、一気に投げる方向に向くということが大事。だから釣り手の動作がこれがなかなか難しいんですけども、これも自分の方に引きつける感じでちょうどいいでしょう。釣り手よりも引きつける感じでちょうどいいと思います。ですからやや高めを持って引きつける場合もありますし、それから下を持ってもこの釣るという感じよりも引きつける感じでちょうどいいと思います。ですから一気に引きつけるときに顔も投げる方向に向ける、足も投げる方向に向ける、そういう動作をやりやすくするために引き手を中心に回しながら回しながらかける練習をしたらいいと思います。払い腰は上体の引き出しが非常に大切な要素です。このように三人打ち込みも非常に効果的です。相手を前に一気に引き出す、これが払い腰のポイントの一つです。釣り込み腰と背負い投げの大きな違いは釣り手の使い方の違いです。右の釣り手を相手の左脇下に入れます。右の釣り手を相手の左脇下、ここに入れます。背負い投げは右の手が中に入るわけですけど、釣り込み腰の場合は釣りながら相手の左脇下に当てます。この長方形をひし形に持っていきます。自分の右乳を相手の乳に引き出しながら持っていきます。くっつくのではなく引き出しながら持っていきます。足は一足長手前に持っていきます。その時にやや低めに入ります。上体の崩しと作りをもう一度見てください。前に崩しながら、そして投げる。今やりました釣り込み腰とは少し違いまして、袖を持って釣り込む袖釣り込み腰という技があります。このシーンは道山の世界選手権の折に決勝戦で私が上口選手を取った場面です。
袖を持って投げる。そして右組みで左に投げるというのが特徴です。私の得意技の一つである袖釣り込み腰は、私は中学時代から右のもろ手添え投げを得意としてたんですけど、右の肘を痛めたのと、もともと右の肩が硬いということで、なかなか背負い投げがマスターすることができませんでした。で、何か一つ軸になる技をマスターしなければと必死に練習しているときに、ある時ふと左の袖釣り込み腰がかかりました。で、それから本格的に研究した技なんですけど、逆モーションの技だったので、すごく相手にかかったということで、現在得意技の一つになっています。まず釣り手、左手ですね、左手を肘からできるだけ袖口に近いところを持ちます。一番この左手の釣り手にポイントがあるわけですけど、この手は手首を返しながら釣るわけですけど、外に出ないように自分の拳に相手の手を乗っけるようにですね、手首を返して乗っけるようにして釣ります。次に釣る角度は、相手をバンザイさせるように少しクロス気味に相手の顔の方向に釣ります。と同時に、釣ると同時に右手の引き手を思いっきり前に引きながら崩します。あとは背負い投げや釣り込み腰同様、体を回しながら密着させるだけです。一番のポイントはこの釣る方の手にあります。いかに釣るかということで、持たれて固められてしまうケースが多いので、まず少し切り目に、少し押し目にすると相手は持ちに来ます。それを利用して釣ったり、相手が受け入れを取りに来るところに合わせて、はい、するとより効果的です。袖釣り込み腰の代表的な練習方法として、このように一人 ですね、定位置で釣る練習をしたいとしています。釣る練習、これは釣るタイミングと同時に釣り手の強化になります。袖釣り込みの場合は、釣ってしまったならば、あとは体を添えるだけで十分なんですから、釣るタイミングと釣り手の強化の練習です。山下選手の大外刈りの特徴は、非常に軽快なこの体さばきと、そして体さばきの中で左手と右手を巧みに使った崩し、この崩しが非常に上手なんです。左手で釣る、そして右手で引きつける、これを体さばきの中で使うんです。釣りと、そして引き手のこの感覚、試合でもやはり同じように、基本と同じように使ってます。この釣り手と引き手の使い方、そして追い込み、最後まで引き手と釣り手を使ってますね。そしてこの左の自然体から軽快な体さばきで、軽快な体操技で技をかけてきます。まずこの辺りは左の釣り手、そして右のこの引き付け、これがやはり非常に相手を崩していく大きなこの要素になっていってます。やはり大事なことは、大きく踏み込んで、大きく踏み込んで、そして足を大きく上げまして、真後ろに刈ると、相手の体を真後ろに投げるということです。で、この場合に
刈り足ですけども、刈り足のかかとではなくて、つま先に近寄る。大きく踏むときに、つま先に近寄って刈る。これが、オーストラリアのポイントです。申し上げます。大きく踏み込んで、大きく足を出て、真後ろになる。で次に、まあ、崩しですけども、両手の使い方、釣り手、下の使い方ですね。釣り手の場合は、私は一般的に、釣り手を釣りました。釣り上げて、そして、引き手を自分の胸のところに引き下げました。相手をこういうふうにしたんですね。相手をこういうふうにそして、ここに入ったわけですけども、相手が小さい場合には、崩しますと、自分自身が小さくなってしまいますので、相手が小さい時には、今度は自分の胸に引きつけるつもりで、入りました。この両手の崩しと足の踏み込みが、同時になされると、やっぱり一番いいんじゃないかと思います。で、初心者の人も落ちるやすい欠点として、まず一つに、この位置から奥が入るんですけども、真後ろに変わるためには、まっすぐ、相手の足平行になるように踏み込まなければいけないんですけど、どうしても足が外を向いてしまうんですね。外を向きますと、足の向いた方向に力が入りますから、どうしても真後ろが変えない。斜めになってしまう。これが一つ、まあ、初心者の人も落ちるやすい。じゃないかと。もう一つはオーストラリアの場合には大きく踏み込んで取らなければいけないんですけども、踏み込み足が浅いために腰が曲がってしまって彼の揺れ具合がですねなくなってしまうと。これも上げられる。ですから腰が曲がっている人はもっと大きく、しかも相手の足と平行になるように大きく踏み込むと。このことが大事じゃないかと思います。何の技でもそうなんですけども、相手にその場で止まってもらうと非常に技の形を作りやすいです。これは、オーストガリの形を作る。オーストガリはまず自分の形を作る。練習をするためには相手に止まっててもらって、そこに自分だけで入る練習、こういう練習を何回も反復練習を行います。でこういう形が、オーストガリのある程度の形が できてきますと、今度は相手を下がっていく、相手が下がっていくところにかける練習をします。柔道の大切なのは止まってる位置じゃなくて相手が動いてる位置で自分の技を合わすことが非常に大切です。オーストガリは相手が下がることが非常に多いですから、下がるところに入る練習、こういう練習をすると、非常に実践的です。山下選手の場合はこの大内刈りから大外刈りの変化が非常に上手だったです。そして非常に多く使いました。大内刈りをかける、残ったところに大外刈り、大内刈りでかける、さらに相手が下がって残る、そこに大外刈りです。私の得意技は大外刈り、大内刈り、そして内股ですが、この3つの技を得意としたのは中学校に入り、中学時代の恩師白石先生に教わってからです。私の柔道の特徴はこの大外刈り、大内刈り、内股を同じ組み手からあるところまで同じ崩しでそして入れると、そしてこの3つの技が非常につながっていると、これが私の柔道の大きな特徴じゃないかなと思いますけども、今日までこの技を得意にしてきましたのは、この技がこの3つの技が自分よりでかいものに対しても、あるいは小さいものに対してもどちらにも有効であると、そしてこの3つの技が私の軸になっていると、そう思います。
山下選手の大内刈りですが、大内刈りは胸の密着、これが非常に大切です。胸を密着させるためには開く、特に左手を使って開く、開いて胸を密着させていく、開いて胸を密着させていくということが非常に大切です。クラスの選手です。大迫、山下選手と大迫選手の対戦ですけれども、これは山下選手が大外刈りから大内刈りに変化するところです。大外刈りをかけました。次大外に来ると思ったところを大内刈りに変化しました。そして体重も非常にうまくかけてます。大外刈りから大内にかけて、そして体重を非常にうまく浴びせて、そして追い込んでかけてます。これは土瀬選手の大内刈りですけれども、相手の出鼻をうまく捉えた大内刈りです。回しながら相手が出てくる鼻を体を浴びせながらかけてます。大内刈りはまず刈り足から斜めに踏み込んで、そして軸足を引きつけて足を刈るわけですけども、この場合の刈る足が開くような感じで、相手を開くような感じで刈ってやる、このことが大事です。それから踏み込んだ時に相手と胸がくっつくように、胸がちゃんと相対するように、これが大事じゃないですか。相対するためには踏み込んだ時の重心が高いんじゃなくて、重心をできるだけ落としてやる、そしてこれが大事なんです。もう一度伝えられます。踏み込んで重心をグッと落としてやる、相対して足を開いてやる。それから釣り手引きの崩しですけども、これは相手を開いてやる、開いてやって胸を引っ張る。ちょっと入ってみます。で、向きを変えてつけちゃってみます。それから初心者の人が陥りやすい欠点としまして、お家に入るときに体が開いてしまう、胸が相対しない、まっすぐ相対させなければいけないですけども、体が開いてしまう、こういう傾向があるんですね。で、体が開きますと非常に返されやすいです。で、この体を開かないためにはやはり軸足の重心を低くすることが大事になっています。それからもう一つ、大内は大内刈りですけども、足が高いところを刈って上がってしまうというですね、これなかなか刈らないんです。先ほど見ましたが、足を開いてやる、足を、これが大事なことです。まず大内の作り方なんですけども、こういうふうにして相手に立っててもらって定位置のところに入っていく、これは胸の開きですね、胸の開きと体重の落とし方、そして最後に刈ると、足の運び方見てください、そして胸の開き方見てください、開いて引きつける、こういうふうにして大内刈の大内刈の形を作っていきます。柔道は相手が動いているところに、動いているところに自分の体を合わせなければ非常に効果が半減します。これは相手が下がるところ、下がるところに追い込んでかける、山下選手の大外刈りと大内刈りの連携なんですけども、
大外刈りをかける。そうすると相手が足を引く。帰り際に大内刈り変化します。大外刈りに入ろうとして思いっきり入る。足を引く。残った足に大内刈りです。彼の得意中の得意の技です。もう一度見てみましょう。大外刈りに入る。足を引く。残った足に大内刈りです。タイの浴びせも非常にいいですね。これは大迫選手との一戦ですけれども、そう、大外刈りに入った、残った足に大内刈りで入って、そしてタイを浴びせて倒しています。内股ですが、これは相手が喧嘩四つの時の内股です。喧嘩四つの時には非常に内股がかけやすいです。喧嘩四つでやや飛び込んでかけてますね。相手が下がろうとしたところに飛び込んで入ってます。これは山下選手とバンドワールの一戦ですけども、なかなか引き手を取らせてくれません。引き手を取りました。ここで回すような内股です。俗にけんけん内股と言いますけども、なかなか引き手を取らせてくれません。左と右の喧嘩四つです。ここで引き手を取った、その瞬間、彼のいいところですね。けんけんで大内気味に入り、そして巻いてを回して、そして捉えてます。これは斉藤選手とベルチェフの一戦ですけども、これもけんか四つです。なかなか引き手を取らせてくれません。引き手を取った瞬間、追い込むようにして跳ね上げてます。追い込みの内側です。私の場合、相四つの左の選手が、それが喧嘩四つ、右手の時は配置が多少異なります。まず相四つの選手の時に、左の組み手の時に入る内側を説明します。まず内側の場合は足で相手を跳ね上げるんですけども、この跳ね上げる足をまず踏み込みます。踏み込んで、その後軸足を引きつけます。引きつけた時にこの足が伸びきってますと、跳ね上げるバネが効きませんので、ここに余裕を持たせて少し曲がります。曲がり出して。はい。そしてここで跳ね上げます。これは足の入り方です。それから釣り手ですけども、釣り手は相手を釣り上げます。手は相手を曲がる前に開きます。ですから、この相手をこういうふうにですね、斜め前に、相手の重心を斜め前に持ってきて、その通りに自分が入って相手の足を跳ね上げるわけです。少しやってみます。これが相手の時の私の打ち方です。それから喧嘩の場合には、今度は組み手が右と左で喧嘩になりますから、ちょっと相手の体が開いてるんですね。この位置から入るときに、まず1で1の技で足を斜め前に踏み込むと同時に、相手を斜め前に引き出していきます。相手の体をこういうふうに踏み込むと同時に相手を斜め前に引き出す。引き出して相手が来るところに腰を入れて跳ね上げる。相手を斜め前にこういうふうに崩すところは同じなんですけども、相手がまっすぐと上から開いている場合と多少入り方が違ってくるわけです。それから初心者の人が陥りやすい結果にしまして、どうしても投げようという気持ちが強くなるあまり、
頭が下がってしまうことなんです。内股を蹴った時に頭が下がるんですね。でこの下がった位置から頭から突っ込みますと非常に危険です。頸椎を痛めやすいですし、実際試合でこのまま蹴ますと反則負けになります。ですから内股を蹴る時には頭を下げないと、このことに初心者の人は特に注意してほしいと思います。これはですね、3人打ち込みといって1人が抑えてますから全力で入れます。全力で引き手と釣り手を生かし、そして全力で跳ね上げることもできます。今度はですね、内股で非常に大切なことは相手を崩すということもそうですけども、足を上げるですね、頭を下げないで足を上げていく、壁を利用して一人でやる練習、これも非常に有効ですね。それから内股、大外、大内というのは片足の技ですから、こういうふうにしてけんけん、できるだけ早くけんけんする、できるだけ早く前に出るという、こういう補強運動が非常に大切です。それから内股では回さなきゃいかんです。だから自分のバランス、まずこれに相手の体を乗せますから、自分のバランスを保つと同時に片足で自分のバランスを保つ、こういうけんけんの動作が非常に有効な練習です。これは世界選手権で4連勝した藤井選手の見事な小内刈りです。相手が下がろうとする花を捉えてます。背負い投げを得意としておりましたですけども、相手が前に出てこなくなりまして、下がるようになりまして、そして小内刈りが効くんじゃないかと思いまして小内刈りを始めました。で前に出てくれば背負い投げ投げると、そして後ろへどんどん下がれば小内刈りで勝って追い込んで倒すというケースでやってきました。で小内刈りには2通りあります。軽足が前に出た時に軽方法と、もう一つは今日行いますけども、相手が下がったところを押し込んで勝って倒す方法と2つあります。これは相手が出る花にかける小内刈りです。体操バッキのうちに相手が前に出てくる、そこに出てきた足と同じ方向に刈ってやる、出てきた足と同じ方向に刈ってやるということです。これは相手は今度は後ろに下がろうとするところ、前に引くと後ろに下がろうとします。そこのところにタイミングよく入って足を刈るというよりも広げる感じです。広げてやる、足を広げてやる、こういう感じで刈ります。小内刈りは、まず両手の使いですが、十分に相手を絞ります。相手の両手を絞るような感じで脇を締めさせます。次に、軽方の足ではですが、深くなるべく深く、腰をこう曲げないように腰を出すようにして深くこう、次に、日本の足ですが、次足で、定時型にこう動きます。そして、軽の足を思いっきり前に出して、刈る時に相手の足を開くようにして顎を継ぎます。そして小内刈りの打ち込み練習をしていろいろあるんですけども、これは相手に下がってもらってそこに合わせる練習ですね。相手に下がってもらって合わせる練習です。相手がどんどん下がってくれる、そこに合わせる練習、
で柔道の場合はいろいろと動きますけれども、これは真後ろに下がった時に合わせる練習です。それからコーチガリの場合はさばきが非常に大切ですから、この壁を利用しまして一人で単独練習、足をさばく練習、そして相手がいると思って狩る練習ですね。こういうことによって非常に体さばきができてきます。小内刈りは背負い投げと非常に結びつきやすい技です。背負い投げを得意としている人はこの前後の動きの小内刈りを絶対マスターする必要があります。小内で押し込む、相手が出る花を背負い投げ、こういうケースが非常に多いです。これは世界選手権で日陰選手が見事に捉えたさえつくみ足です。ささえつくみ足という技は初心者でもタイミングさえ覚えたならば比較的簡単にできる技です。これは相手が出てくる花、出てくる花を足で捉え、足で押さえ、そして大きく回して決めてます。笹突組足は大外刈りなんかと非常に結びつきやすい技です。というのは逆モーションになるから非常にかかりやすいです。例えばチャンスとして大外刈りを駆け落ちます。相手が下がる、そしたらこちらの体重を乗ります。そこのところを払って、こういうチャンスが非常に多いです。でポイントとしてはしっかり足の裏を返して、足の裏を返して、そして相手のすねに当てる。すね、これはここではいけません。足の裏を返してすねに当てる。それからお腹ですね、お腹と顔の位置なんですけども、お腹を天井を向けるくらい反らした方がいいです。そして顎を投げる方向に思い切って回してやる。だからお腹の天井を向ける、顎を投げる方向に向けてやる。そして引き手はここでもいいですし、またここを持って思いっきり引いても構いません。ですからこれを低くじゃなくて高く引き上げることによって、てこの原理でこれが支点になり、そしてこっちが力点になります。ちょっと投げてみましょう。送り足払いとか支え突き込み足とか、こういう 足技系統の練習は一人でタイミングを取る練習、こういう練習をしたら非常にいいと思います。ちょっと見てください。十分足の小指を返す、足の裏を返す、腰から払う練習、移動します。それから支え強くなしてはこういう、こういうふうにして単独練習でこの足技のタイミングを覚えていきます。あとは練習でどんどん使えばいいです。非常に単純な技ですから、タイミングさえ捉えてなれば誰でもマスターできる技です。支え突き込み足はいろいろな技と連絡しやすい技です。これは大内刈りに入る残ったところを体落としに入る、さらに残ったところを支え突き込み足に変化しています。送り足払いには基本的には横に移動する場合、そして斜めに
斜め後ろに移動する場合、こういうようなケースがあります。しかし実際の試合の場面ではなかなかこういうふうなケースが少ないです。ソウルでの世界選手権のマサキ対ラシュワンの決勝戦です。マサキとラシュワンです。腰を上げてきました。マサキ見事な送り足払いです。払い腰に入ろうとする相手は下がる、そこのところを捉えて送り足払いに決めてます。このように送り足払いのチャンスというのは、横に真横に動いたとき、それから斜め後ろに下がったとき、そして相手の足が揃ったとき、これがチャンスなんです。そして足払いのこの足なんですけれども、これは小指が天井部ほど十分返す、そしてこの足がもう一本の棒のようになるようにする、そして小指を返す、で腰から思い切ってゴーンと払うようにする。初心者はよく腰が曲がります。これでは威力が上がりません。腰を伸ばす、腰から払いをする。そしてこの手の動作ですけれども、ちょうど円を描く、大きな円を下から下にグーンと描くようにして描くと、手は非常に相手のところにくっついてきます。だから足の小指を返す、そして腰から払う、で大きな円を描く、そういうような要領でやったらいいと思います。大丈夫でしょうか。巴投げは背負い投げと同様に、小さい人が大きな人にかける技として非常に有効な技の一つです。これは移動しながら一気に投げた巴投げの例です。柏崎選手の小内刈りでフェントをかけ、そして巴投げに決めた彼独特の巴投げの例です。私は中学高校時代と寝技を中心に指導を受けました。ですからどちらかというと立ち技よりも寝技が得意でした。そこでたとえ賭け損じても、有利な状態で寝技が展開できるような技はないかと思って練習したのがこの巴投げです。巴投げは背負い投げと同様に、小さい人が大きい人を投げることができる代表的な技です。そこにも大きな魅力を感じました。巴投げは相手を移動した方がかけやすいんです。移動しながらこの引き出しを見てください。相手を前に引き出してやる、背負い投げと同じように大きく前に引き出してやる、そして相手の懐の中に入るということですね。移動しながら引き出してます、そして懐の中に入る。巴投げは相手が前に来た時によくかかる技です。相手が前に出てきた時にそのスピードを殺すことなく前に引き出します。その時に人はこのようになるのではなく大きく開きます。このように大きく開きながら相手を前に崩します。次に押し上げる足ですが十分に曲げます。十分に曲げて相手の下腹部に当てて、そ
この足を中心に相手を投げます。このような感じになります。初心者の陥りやすい、欠点ですが、相手を自分の方に引く、相手を蹴り出そうという意思が早く働いて、膝が十分に曲がらずに足が伸びてしまうときがあります。実際にやってみます。こういう場合です。これは初心者の、陥りやすい悪い形です。これはこのままで膝を曲げますと、十分曲がってますと、この状態からでも十分投げれます。ですから本物投げの場合は膝を十分に曲げて、相手が真上に乗ってくるまで待つということです。それは巴投げのポイントだと思います。次に、巴投げはタイミング技ですから、体の捨て場所が大きなポイントになります。相手を真後ろに投げる巴投げの場合は、できるだけ深く相手の下に入ってきます。また自分の体を横に捨てて投げる形の巴投げの場合は、畳の合わせ目などを利用して横に移動しながら、畳の合わせ目に沿って体を捨てます。このように投げてみて、自分の体が、自分の作ったライン上にあるかどうか、それから受けてくれた人の受け身の位置が同じライン上にあるかどうかを確かめると、自分の巴投げが無駄なく、かかっているかどうかということがよく分かるはずです。巴投げはですね、タイミング技ですから、相手にどんどん前回る受け身のように受け身をしてもらって、それに逆らわないで巴投げの形を作って合わせていく練習、今やってるのは百足練習って言うんですけども、こういう練習を何回もやることによって、そう、巴投げのタイミングを覚えてきます。それから受けの方も、これは前回る受け身のですね、いい練習になりますね。ですから受けの方が前回りを、大きな前回りをする、前回り受け身をする、それに逆らわずに体を合わせていく練習、これが巴投げを作る練習の一つです。コーチがありと巴投げの連絡技です。これは柏木選手が考え出した独特の技です。コーチがに入る、そして残ったところを反対の足で巴投げ入ってます。したがって相手はフェントですから面食らってしまいます。コーチがに入る、そして帰り際に反対の足で巴投げ入ってます。ソウルの世界選手権決勝戦、細川選手の一戦ですが、小内刈りで牽制しながら相手を前へ前へと引き出してます。そして前へ前へと引き出し、移動しながら巴投げに入ってます。見事な一本です。とどめを刺すように抑え込みに行ってます。しかし実際の試合ではこのように一気に決まるということがなかなか難しいです。したがって
足技を使いながら連絡していく。そして足技を使いながら足技から崩していくということが、大きい人、力の強い人を倒すには非常に大切だということを指導者の皆さんはよく理解し指導していただきたいと思います。私は中学高校までは立ち技主体の柔道でした。で、大学入ってから寝技に、寝技の研究をそれまで以上に熱心に始めまして、まあ、寝技に自信がつくにしたがって、立ち技の方にもゆとりが出てきたような気がします。寝ても自信があるということは、立ち技においてもそれまで以上に思いっきり技を出せるようになりましたし、ロサンゼルスオリンピックみたいに、プロの怪我に、やった時でも寝技によって助けられ勝っていくことができました。今朝方の大事な点は、相手の体と自分の体を密着させる。特にこの相手の脇をですね、相手の脇を自分の胸に密着させる。しっかり密着する。そのために十分袖を引くことです。そしてこちらの空いてるこちらの手で首を抱えたり、または胸脇下から入れてですね、これでバランスを保ちます。バランスを保ちます。首を抱えてバランスを保つときもあります。それからこの足でバランスを保ちます。そして相手のと自分のなす角度がちょうど斜めになる、坊さんが袈裟をかけるように袈裟になる。これは袈裟固めの特徴です。それじゃあ相手の動きに応じて少し山下選手についていってもらいましょう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。それじゃあ今度は相手が四つん這いになっているところ、相手が四つん這いになっているところから袈裟固めに入るチャンスがあります。これを見てみましょう。左手で相手の脇下から相手の左襟を取ります。それから胸を密着させて右手で相手の袖を掴みます。そして前に引き出す。袈裟固めに入ります。もう一度お願いします。脇下から相手の襟をつかみ体を密着させる。袖を引き出して、そして袈裟固めください。横腰固めは、そう、肩腰に相手の帯を掴みます。そして、左手で相手の股に入れて、ちょうど相手と自分の角度が横になると。で、胸全体で押さえます。それからポイントとしてはここですね。これ肩腰に取って胸を密着させる。それから左手の方ではあくまでもバランスを保つ。それから後ろの方のこの足の位置を見てください。足の位置、ね、腰を落とせるように足がこうなってますよね。こういう死に足って言います。これを起こして、そして腰を十分落とす。それをすることで
によって非常に胸が相手に密着するんです。はい、これで逃げてみましょう。どうぞ。相手の動きに応じてそう変化することができます。はい、です。横潮の入り方の一つです。相手がですね、畳にベタッと四つん這いになって塞ってるとき、なかなか攻めづらいもんです。そのとき、脇下の柔道着を手繰って、膝で相手を押さえ、そして右手で脇下の襟を十分取ります。そして左手で相手の膝を取って、そう起こして、すかさず膝で相手を押さえ返らないようにして、そして押さえ込みます。もう一度見てみましょう。相手がベタッと四つ目になってる、なかなか返りづらいですね。この時柔道着を手繰ります。手繰る、十分引き寄せる、そしてそう、はい、結構です。投げ技から固め技に入る連絡技を見てみましょう。これは大内刈りから横四方固めに入る連絡の変化の一つです。ともすると練習においては投げ技は投げ技、固め技は固め技で終わるケースがあります。しかし約束練習でこのように投げて抑え込む、今は大内刈りから横四方固めに移りましたけども、投げて抑え込む、そしてまた返して抑え込む、こういう約束練習を取り入れるということと、それからまたランドリーの中においても投げて抑え込む、人数がたくさん混んできますとなかなか難しいですけども、やはり投げたり返したりして抑え込むところまでの練習、これを指導者は常に考えておくことが必要だと思います。そうしないと投げ技はうまい、固め技だけもうまい、しかしつなぎがちっともうまくないという例がよく見られます。練習の中に投げて抑え込む、返して抑え込むということを取り入れることが必要だと思います。これは山下選手の試合における投げ技から固め技への代表的な例ですけれども、大内刈りで投げ、そして残ったところを横潮固めにすかさず押さえています。胸の密着も非常にいいですね。足も相手の動きに応じてセオリー通り変化しています。投げて抑え込むこと、そしてまた返して抑え込むことを山下選手は練習の中に取り入れているからこそ、こういうのが実戦の試合にもスムーズに出てくるわけなんです。上四方固めは両方肩越しに帯を取る、ね、両方肩深く肩越しに帯を取る、ね、両方同じを取る、そして相手と自分のなすカットが一直線、一直線です。そして胸で圧迫して、そして両足を広げてやる、平蜘蛛のようにザーッと広がってやるということが大切です。これが小さくなりますと、小さくなりますと非常に相手回転しやすくなってしまいます。だから平蜘蛛に広がってやる、胸で圧迫する、じゃあちょっと逃げてください、それに応じて取るの方は頑張ってください。はい、はい、結構です。相手の受けに応じて鳥が足をですね、いろいろ移動させる、そしてこの直線、一直線のこの体型を保つということ、保つということが非常に大切です。次はこれから少し変化して
崩れ上手を固めていきましょう。持ち方が違いますね。こちらの方は肩越し、上手を固めと同じ持ち方、こちらの方が脇を抱えるようにして、はい、ちょっと見てください。そう、こうですね、脇を抱えて相手のこの襟を取る。それからこういう場合もあります。帯取る場合もあります。帯取る、これが非常に多いですね。はい、そして相手と自分のなす角度がちょっとくの字型になる。一直線ではなくてくの字型になっていく。これで胸を圧迫する。相手のグッと圧迫する。はい、逃げてください。相手の動きに応じて変化するんですね。足をこう伸ばしたり縮めたりして変化していく。だけど胸を圧迫、これが非常に大切なこと。はい、でしょう。崩れ上手や上手固め入る方法はいろいろあるんですけども、今日は上から入る方法を一つやってみましょう。はい、もう一度やってください。まずこういう位置関係にあるときですね、相手の動きを封じるために膝を取ります。そうすると相手の動きは封じられます。その次に膝で相手の腿を押さえます。そして左手で相手の帯を取ります。これで下の動きがかなり封じられます。そして持ち替えながらこの相手の襟を持ちます。で上体を起こします。そうすると相手の動きは死にます。脇をすくう、そして肩越しに帯を取る。それからゆっくり膝の押さえを外しながら崩れ上手固めに移ります。この手順が手順通りいかないと相手に一気に入れちゃいます。じゃあもう一度やってもらいましょう。膝を制す、帯を取る、襟取る、脇すくう、肩越し取る、それから足を抜いていく。縦正固めは相手の脇をすくって、そして肩越しに帯を取ります。そしてこの上体のこの決め方ですね、この決め方が非常に大切です。それからまたいで相手と自分が縦になる、だから縦正と言います。そしてこの足のバランスが非常に大切です。それを密着させてみたり、そして相手の動きに応じてこう変化させてみたり、それからこう組む前までですね、足で組んで、そして相手の足を制する場合もあります。足は非常に船でいうと舵取りみたいな役目をします。それから上体の決め方ですけども、こういう決め方もありますし、見てください、こういう決め方ですね、決め方です。それとはい、そうですね、自分の襟を持ってしまって相手の頭と手を挟んでしまう、腕と柔道で挟んでしまう。そしてこれでバランスをとる。でなおかつ足でもバランスをとる。はい、下の方動いてください。はい、結構です。それじゃあ縦手正固めに入るチャンスを紹介しましょう。はい、どうぞ。もう一度どうぞ。それではポイントを見てみましょう。これはまず相手を引きつけるですね、頭を引きつける。そして脇をすくう、脇をすくうのがこれポイントです。脇をすくったらこれは7割から8割方かかったようなんです。そして肩越しに帯を取る、そして肘を下ろすことによって相手の頭を下げさせる。これが頭が起きてくると回転しません。頭を下げさせることによって回転します。そして相手のお尻を高くすると回転しますから、高くするために
この中に入れ込んだ足ですね、中に入れ込んだ足で相手のお尻を持ち上げてやる、スッと持ち上げて、そうすると回転します。はい、もう一度お願いします。脇をすくう、帯を、脇をすくう、帯を取る、足を入れる、はい、回転させる、そう、そのまま縦しよう、非常に大いちゃう。この引っ込み返しは寝技へ移行するに大変便利な技です。相手が地元体で構えてなかなか投げれなかったような場合に用います。相手を前に崩しながら肘から手を入れて帯を持ちます。この手がこういうふうにならないようにしましょう。肘から入れて帯を持ちます。帯を持つと同時に脇をすくいます。そして相手が前に押してきた場合はそのまま足を中に入れますが、もし相手がそのままの位置の場合は一歩踏み込んで足で相手の腰を持ち上げるようにして一緒に回転します。回転する途中で足を途中外に抜いて縦章に入ります。相手を途中で足を抜きます。立ち姿勢からの引っ込み返しには後ろに取ったり横に取ったりする方法があります。これは自分の後ろに取る方法です。こういう練習をさせますと片目座である脇をすくう、片目座非常に大切である脇をすくうこと、これが感覚的に覚えてきます。そしてまたぐる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 回りますから、これは横に回ってます。ぐる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 と回りますから方向感覚がどういうふうに回っても自分の位置というものを分かる方向感覚が身についてきます。ですからこれをやらせることによって一つは寝技で大切な脇をすくうということが身についてくること、そして方向感覚が身についていくことということで、ぜひ進めたい練習方法です。抑え込み技を見てきましたが、最後に投げ技から抑え込みに入る連絡技をもう少し見てみましょう。これは中西選手が得意の一本背負いから崩れ上手型に入る変化の一つです。一本背負い入ります。そして投げたならばすかさず胸を密着させながら崩れ上地上に入ってます。これは柏木選手が引っ込み返しから縦潮がために変化しています。得意中の得意の技です。先ほどやりました引き込み返しで相手を寝技に引っ込み、そしてそのまま縦潮固めに決めています。これは共投げから横潮固めです。柔道ではとどめを刺すという意味で投げてから、そしてさらに審判が一本と言おうが技ありと言おうが抑え込んでしまう、こういう気持ちが非常に大切です。送りいじめをやってみましょう。そう、この送りいじめは相手の頸動脈を自分の手首で圧迫するんです。ね、
頸動脈、この頸動脈もあります。これを手首で圧迫する、ね、十分ですから浅いよりも深い方がいいんです。深い方がいい。そして襟を送ってやる、反対の襟をそう引っ張ってやる、送ってやるとこれが圧迫します。はい、もう一度取ってください。右手で相手の頸動脈を圧迫する、深い方がいいですね。そして反対の手で脇下からですね、脇下からやる、そして反対の襟を引っ張ってやる、そうするとこちらの方が非常に圧迫します。じゃあ送り締めの実践を見てみましょう。相手が四つん這いの時、右手でそう耳元から滑り込ませるようにして襟を取ります。そして相手の体を潰しながら、そう潰しながら締める、あの右手がポイントですね。右手が頸動脈をしっかり圧迫させるように、そのためにはここですね、ここからちょっと起きてみましょうですね。ここから滑り込ませるようにして襟を取る。もう一度やってください。耳元からですね、相手のこの顎沿いに、顎の骨沿いに入っていくということですね。そう、そして取る、そして持ち替える。最初はこちらですよ。そうね、それから持ち替える、そして体を潰して、そして締める。そこのところもう一度見てみましょう。体を潰します。潰してからそう締めます。今度は実際に投げ技から送り締め入る実践を見てみましょう。送り締めの場合は相手の背負い投げを潰してから入る、こういうケースが非常に多いです。相手が背負い投げかけてくる、それを潰す瞬間に相手の襟をこのように取り、そして締める。それでは肩始めをやってもらいましょう。裸締めの場合は相手の気管を圧迫する締めです。そして苦しくなって前に出すんです。送り締めの場合は相手の頸動脈を圧迫します。ですからこの頸動脈を圧迫することによって頭に酸素がいかなくなって失神するんです。特に大きな違いがあります。じゃあもう一度裸締めを。圧迫しやすいために手を組みます。そして体を密着させます。そして一気に締めます。裸締めに入りやすい、チャンスを紹介しましょう。はい、もう一度お願いします。相手が四つん這いでこういう後ろにつきます。そして相手が張って逃げ出そうとしたら脇をすくいます。脇をすくって押し出してやります。そうすると前に体重がかかる、元に戻ってきた時に顎が開きます。顎が開いた瞬間を狙って裸締めに入ります。ですから船が前に進むとまた後ろに戻るような感じでやります。じゃあもう一度お願いします。這い出そうとする、それでは十字締め系統の締め技をやってみましょう。まず最初に波十字ですね、手が波になります。そして相手の頸動脈を圧迫します。
はい、次に、逆十字、手を逆にします。 そのまま襟に差し込んで頸動脈を圧迫します。それから今度は肩十字締め、そう、一つは逆、一つは波にして締める。これが非常に多いですね。それでやっぱり頸動脈を圧迫します。この十字締め系統のは相手と自分が相対して締める、そういう締め方です。肩十字締めの代表的な例をやってもらいましょう。ポイントを説明しますと、相手と自分がこういう引っ込んでる形になることによくあります。そして襟を引きつけます。そしてもう一つの襟でこそ順転取ります。こっちは逆転取ります。そして肘を上げて体をずらしながら、そう、入れてくる。そして締めるときに相手を離したら締まりません。これを密着することによって締まります。じゃあもう一回見てみましょう。ゆっくりやってください。腕絡みを説明します。腕絡みは取り方が2系統あります。このように相手の手を順手にして取る取り方と、逆手にして取る取り方とあります。でポイントはですね、こう腕絡むから腕絡みといいます。この角度が90度ですね。この角度が90度になった方が非常に効きやすいです。そう、逆転してください。そう、この角度が90度の方が非常に効くんです。これが伸びてしまうと、伸びて取ってください。伸びてしまうとなかなか決まりません。これを90度、ね、90度、こちらも90度、これがポイントですね。90度で絡みの実践を見てみましょう。抑え込みに入って入ろうとした時に相手がぐっと起き上がってくる。そう、起き上がってきた時に、そう、腕絡み変化する時はよくあります。もう一度見てみましょう。相手がぐっと起き上がる。はい、ストップしてください。この時ですね、体を差し込むですね、入れ替える。そしてそう、相手手首を押さえて自分に絡んで、そして小指の方から切るように、小指の方から小指を切るように、そして爆発する。はい、もう一度見てみましょう。相手が起き上がってきた、差し替えて、そして腕が見える。今度は十字固めを見てみましょう。腕肘に十字固め、いろいろな入り方があります。十字固めにはいろいろな入り方があるんですけども、要は相手の角度と自分の角度が90度になる、十字固め、十字になっていくのが大切です。それから足が開いていると相手に逃げられます。ですからこの膝のハサミ、もものハサミが非常に大切です。ですから足が相手を越えて、そう、こういう場合もありますけれども、これもこの膝の締めが非常に大切です。それから親指を天井を向けて取るということ、親指を天井を向けて取るということが非常に大切だと思います。それから小指を天井を向けますと相手がこのようにして逃げられてしまいます。もう一度お願いします。それじゃあ十字固めの取り方をちょっと見てみましょう。いろんな入り方があります。ですからこれはちょっと伴いから変化します。
はい、もう一度お願いします。これは相ともえ投げをしくじった場合ですね、しくじった場合相手を引きつけます。十分引きつける。だそして顔にあと足をかけてそして倒していきます。この引きつけが悪いと、自分の胸元で引きつけが悪いと、これは相手に持ち上がってしまいます。もう一度お願いします。ともえ投げから変化して十字固めに移る方法の一つです。じゃあ少し難しいですけども、今度はもう一つ見てみましょう。これは相手が伏さってしまいますから、持ち上げることができません。ちょっと難しいですけども、これの方が非常に決まる率は高いです。もう一度見てみましょう。投げ技から固め技の連絡変化で大切なのは、とどめを刺すということと、それからこのように今は左で釣り込み足から相手が残ったところを引っ込み足に返して、そして抑え込んで立ち上がってきたところを十字固め取ってますけども、これは先々を読むということ、固め技では先々を読んでいくということが非常に大切なんです。でそういうことを指導の中に取り入れるためには、パターンを決めてそしてやるということが、約束練習的にやるということが非常にマスターしやすいと思います。カナダのフォローの一戦ですけども、松岡選手が背負い投げで決めました。もう一本です、ほとんど。でもとどめを刺す意味で十字固め決めてます。もう一本なんですけども、審判が技ありという場合があります。それでもとどめを刺す意味で十字固めを決め取ったんで、これで一本だったわけです。今度はソ連のショーロフ選手とノゼ選手の一戦なんですが、ソ連の最も得意のパターンの十字固めです。相手の後ろについて四つん這いから、相手が四つん這いになったところをこのように十字決めます。これも基本通り親指を天井向けて取ってます。だから決まったんですね。私は現役時代大変寝技を得意にしておりました。寝技の面白さというのは、立ち技に比べて寝技はスピードがないということだと思います。ですから寝技のランドリーの中、あるいは試合の中で考える余裕があります。その中でトリックを作ってみたり、相手の心を読んでみたりする、そういうところに寝技の面白さがあるんだと思います。それによく寝技は練習量がその全てを決定するというふうに言われます。私は小学校時代からいろんなスポーツをしても不吉祥でした。ですから、不吉祥な私にも練習量が決定する、ね、練習量が全てを決定すると言われる寝技ならば向いているのではないかと思って寝技の練習を始めました。寝技がだんだん強くなってきた一つの、原因に理由に、私のトレーニングの方法があったと思います。それは一つはクライミングロープをよくしたことです。立ち技では上がるとベンチプレスみたいな相手を押し出すような力も必要ですけども、柔道では相手を引きつけ、寝技では相手を引きつける、このような動作が非常に大切になります。ですから私はよくクライミングロープをしたり、あるいは鉄棒で懸垂をしたりしてトレーニングをしました。それからもう一つは、私みたいな細い体でも足の太さは大体体の大きな人の腕に比べて私の足の方が大体太いです。
ですから足を上手に使うことによって大きな人と対等に戦うことができるんじゃないかと思って、足を使えるような、足をよく手みたいに足を上手に使えるようなトレーニングもよくしました。足を回転させたり、足は蹴り出したりというようなトレーニングもよくしました。片目技の基本動作としてこのように一人で体さばきをする、片目技の体さばきをする、これは主として防御のための体さばきです。はい、足蹴り。また柏崎選手が話していた通り、こういう足蹴りをしたり、それからまた足を回したりして寝技で最も大切な足を手のように器用にさせる、こういう訓練もしておくことが非常に大切です。こういう体さばきの練習、または足を回したり三角で挟んだり、こういう足さばきの練習、こういうのを準備運動の中に、そしてまた補強運動に利用したならば非常に初心者の指導に有効だと思います。特に毎日やらせるということが大切です。時間はそんなに長くなくても結構です。5分から10分で結構です。毎日取り入れるということが大切なことなんです。レスリングのほど柔道はブリッジを必要としませんけども、こういうようないろいろなブリッジをやらせることによって怪我の防止に大に役立ちます。こういう補強運動は非常に単純なんですけども、片目技上達において非常に重要な運動だとそう思ってます。最後に山下選手も話していましたが、片目技は非常に地味ですが、片目技の上達によって投げ技が思いっきりかけられ、試合においても自信を持って臨めるようになります。